チヌークとは、アメリカ合衆国のアラスカ州原産のスレッダー、犬種である。アーサー・ボルデンという人物によって作出され、犬種名はこの犬種の基礎犬となった、チヌーク二世から取って付けられた。チヌークとは、暖かき、風を意味していて、風のような足の速さと、温厚な性格をよく表している。作出者の飼っていた、マッケンジー・リバーハスキーの血が入った。 アラスカンハスキーのチヌーク一世という優秀なリーダー犬に感銘を受けて一世の死後にチヌークの作出が始まった彼のように優秀なリーダー犬にするために初めて北極点に到達したソリーヌのリーダー犬の直系の子孫のオス犬と力強く温厚な性格のミックスのメスを掛け合わせて生まれた一番優秀なオス犬チヌーク二世を 複数のジャーマンシェパードドッグやベルジアンシェパードドッグのメス犬と掛け合わせ、それから生まれたメス犬を再びチヌーク二世と掛け合わせて作出された。作出者の死後、絶滅の危機が何度もあったが、優秀なスレッダーとして、またペットやショードッグとして有能であることが判明し、危機を乗り越えた。現在は多くがペットとして飼われている。この犬種の作出に、 大いに尽力した血抜く二世は作出者の思った何十倍もの能力を持っていてリーダー犬として他の犬たちをよくまとめていた。しかし12歳の時南極探査中に行方不明となり消息を絶ってしまった。どっしりとした体格でコートは厚いショートコート。毛色はゴールドだがマズルは黒いのが普通である。大きめの半垂れ耳でタレを 体高53から69センチメートル、体重25から41キログラムの大型犬。性格は温厚で、優しく子供と遊ぶことも大好きである。ソリーヌであるため、運動量はかなり多い。ありがとうございます。